こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。配信始めていきましょう。朝の原神、いつもの原神やっていくかな。リーチ号過去イミシンは、巧妙、大会戦なんかをついてるぞ。あ、辛そう。こういうのはいらない。大戦、まあどうのまでいいんじゃないかな。クセ数が少ないな、朝ってこともあって。来た、上に方がいい。下に灰はあるからな。7来た。これもいらないな。あ、いいじゃないですか。これ捨てよう。579、まあ書くかな。タイヤは無理になったけどね。でもドラニが我々にはついている。上がりに行こう。ポンニャ、チュンでポンしたか。あ、いいんじゃないかな。どうしようかな。これかな。ジーニャ、どんどん泣いていくな、ケーニャさん。ロンニャ、え、早っ。いや、早っ。これケーニャさん相当強いな。初で上がったよな。なんか
ポン。え？嘘でしょ？泣きやがった。チュンかな。ポン。ちょっとやばいな向こう。もうテンパってると考えてもいいと思う。ただ読めないよな。リーチだ。こいつと向こうリーチかよ。ちょっと真靴に入ってしまった感じはするよな。降りるしかないねこれ。ひとまずは。降りた。これ約出来上がった。泣いていいんだ。まあ泣くか。どっちと泣くかだな。こっちかな。ジーニャ。3番は現物。向こうは現物ってわけじゃないけどな。多分8番が、自力で上がりやがった。はぁ。1番跳ね番でしたな。3100?ついてないときはついてないよな。一気に剥ぎ取られたな、ケーニャさん。親ってこともあって。九州九杯にゃ。何もいらん。ちょっとついてない。678がすでにそうっていう状態だからな。173も悩むな。まあシャアだな。どうでやってるんだよな今。あ、いいな。ちょっと置いとこう。はあ、ついてない。いや、これ損切りだ。とりあえず早く天パに近づこう。初捨てアイテムだな。ハイ効率的や。初だな。次は初来た。初チューン。ただ単純に休まないね。
ああ、来たか。まあ、頭はない、頭1位があるからな。関係ないんだよな。残り30枚なんで、ちょっとスピード感に欠ける点はあるな。リーチされてもしゃあない、そろそろ。考えてる。あ、いいじゃないですか。勝つかな。どっちでもいい。5678888が2枚か。いいシャンテンですね、気がつけば。ペイか。手は広がったが、リーチ？リーチにゃ。シャンポン待ちです。ハツは1枚振られてるんだよね。ハツ1枚しかないんだ。1枚なんだ。1捨てるべきだな。ハツ出やすいけどな。ちょっと厳しい戦いになったな。おまけに多分これ安い。ダマでもよかった。意地でも出さんだろうからな。ヤンパイ。あ、唯一のテンパイでした。これは嬉しい。66は揃って99だった。もうこれ行くしか。ないかもね。あ、567が揃ったか。これ次はもう初だが。難しいな。なんかいらん。形ができたらもうそこの手するべきだろうからな。まあまあ振り替えよう。レッドファイブが2つ。ああ悪くはないな。形が悪い8を切ろう。9はでも6万と頭候補だからな。7か。まあ、これ切っとくか。8を捨ててるんだよな。だから8で待つことはできない。いいシャンテンです。いいシャンテンだが短期で待つことも考えていいかもな。
あーでも切り替えていいかもこれ。あーいやダメだ、切り替えたら4万捨ててるから。ジープ持ってくはいけない。1がないよな。ちゃんと捨てた範囲は確認しましょう。つい目がくらんじゃったよな。あー2が来たか。1も4もありです。追っかけてきたか。切り替えを。15枚ですね、残りは。うん、ポン。何だ、これで。もうどうでもいいや。何でもなれ。つもにゃ。知的で相手上がったか。オーラス？20分まだ経過してないな。オーラスは親です。9ですね。9いらない。8もいらないな。うん。とりあえず範囲の形を整えましょう。あ、2はいるな。2はいるな。でもまあ3、4、5と揃ってるから2はいらないんだけどな。あ、いや、そういうことか。Pはいらない。本当はトンが欲しい。難しい。もう早く上がりたい。ポンニャ。相手は特急券を手に入れた。という面はちょっとトン厳しくなったかな。チャンスがないとはいえちょっと厳しい。その代わり5万が結構安牌として残っているから、これはちょっとあの防御のためは確保しとこう。5とか9はもう捨てちゃってんのか。ん？うん。え？難しいな。とも安牌だったか。
ちょっとスピード感に欠ける感じはするな。ロンニャ。あった。先手。潰しにかかったな。まあトップ決めを確立したいな。自分が上がればいいわけだからな。もう一回やってみる？辛いです。動きはないぞ。来た。大丈夫？ですね、はい。まあもう一回待ってもよかったかもしれない。カンニャ。トニア。トマいらん。
怖いな。あ、セーフ。ロンニャ。次はロン。噛まれるよな。いきなりマンガン。あんまり良くないよね、場の。結局やっぱり1回目は泣いちゃダメだよな。1回は我慢すべきだな。あ、ちょっと遠いよな。そのこの辺は捨てていこうかな。あ、いいんじゃないかな。いや、頭を何にするつもりなの。捨てるって決めたら捨てるしかしゃあないもんな。シャアは自分の風だが、まあ今更ないだろう。ん？あ、ん？五？五だよね。捨てた方が良かったかな。橋は邪魔だからな。安牌なんだよな。ハツ、ハツ捨てよう。いいな。残り33枚です。ダメですか？あ、セーフ、通った。意外と遠いんだよな、天界までは。いらないよ。何を目指してんのか分からなくなってるよな、すでにこの時点で。まだだ。8番は安牌だ、捨てよう。防御しないとね。ただ9番がね、すでに3枚捨てられてるんで、条件は厳しくなります。3、4、5、5、6、7、6。頭は、頭がない。何、8か。うわー、会長じゃないっすか、かぐや様の。なんか調子悪い。ハイパイも悪いんだけど、
判断もミスてんな。まあ、守りは良かったけどな。判断力はめっちゃ悪いよね。難しいな。これ捨ててもいいぐらいなんだね。この辺の右のハイバーを置いときたいしね。今トップは3万3000か。あ、いいね。これかな。かな。いっちゃおうや。これいいんじゃないの。ジーニャ、ゴー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 。トンもいないよね。チュンは、あ、チュン出ちゃってんだ。じゃあ頭にするしかないな。チ、あ、いいんじゃないでしょうか。これで天敗。チュンはないんで実質6万だな。捨てちゃったよ。まあでも1枚しかチャンスないけどな。だから捨ててよかったけどな。また初かよ。うわー、損した。今日今頭にするしかない以上は表しかないもんな。6と9、9はまあ望み薄だろうから6だろうな。チーだと思う。そういうことか。あれ、なんで？まあどっちにしても出なかった。二人転敗。ドドッチさんも天敗だったから差は詰まってないんだよな。2位が狙えるかなっていうぐらいで。
4、6、9かな。5、6、6、7。なんでこんな考えてるんだろう。実は1枚も捨ててるんだよな。1回は我慢。なくなったんで。ポンニャ。一番はまだ1枚残ってるね。難しいな。ああ、もう来た。頭にもできたんだが。いいんじゃないかな。とりあえずこれ捨てとこう。
いや、ちょっと早かったんじゃないかな、今す。切るの。これで良かったんじゃないかな。考えてんな。トーチさんは親です。まあ、手広くするべきじゃなかったかな。何もかもがうまく噛み合ってないわな。焦ってる月曜の朝。ペンは1枚捨てられてるよね、すでに。これはいらん。あ、これはいる。自力で上がりたいんだよね。あと何枚、まだ枚数ある。いいね、焦りは禁物だ。3アンコウとかチャンス出てくるかもね。逆転したいからまだ続き一本場です。いいとこまで行ったんだがな、三アンコウとか。数アンコウ、数アンコウはちょっと遠いけど、三アンコウは遠くなかったのにな。見えるとこまでは来てたんだが、決め手はないままオーラスです。2位も怪しいよな。大きいとこ狙うしかないね、自分の役割としては。大きいとこ開けてなるべく角上がりだな。角だと 1.5 倍になるから。泣かないよ、なるべく泣かない。まだ泣かない、泣いちゃダメ。泣くしかないね。ハツは一枚出てるからな。これもう一枚出たらもう初もさよならですね。うん、1位です。はい。これがいいんかな。点を積み上げたい。いいよ、初待ちになりましたね。初の短期待ちになった。
もしかしたらこれも切り替えるかもしれない。ハツはちなみに3枚 ?2 枚か。1枚捨てられてる分があって、ハツなら出てくる可能性あるよね。ロンヤ!それがロンだったか。潰された。テンパってんの分かるからな、これ見たら。一回も振り込まなかったけど、一回も上がれなかった。これでも攻略でも買うか。今回は何もいいとこなかったですね。取れ高なし。取れ高だ。たまにはこんな時もあります。ということで朝のジャンタマやっていきました。まあ朝はみんな強いね。本気でやってる人ばっかりだと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄にプレイリスト、ブログ、ツイッターございます。よろしければアクセスしていただければと思います。ジャンタマ遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。